シャイフ・アフマド・クーミーシャイフ・アフマド・クーミーは、アユタヤ王朝時代の管理、プラーサート・トーン王に仕えた。アユタヤの日本人傭兵隊を駆逐した人物として知られ、また山田長政、コンスタンティン・ホールコンなどと共に、後期アユタヤ王朝の外国人管理の代表格としても知られる。シャイフ・アフマドは、アラビア半島出身とも、ペルシア出身とも伝えられる。 エーカートスサロット王時代に、私大使、ソンタム王の時代までに貿易で富を得て、プラヤーチェイクアマットラーチャセーティーの位、金釈名を与えられ、大倉省右外務部を任された。後に、当時対等していた、日本人勢力を牽制するため中外務部も、兼任した。1630年、アユタヤで、日本人洋兵隊による、王宮反乱未遂事件が起きると、 プラーサートトーンの命令を受け、プラヤーマハーアンマートラト大族、アラビア人、家境を集め、日本人町を襲撃し、日本人勢力を駆逐した。この行により、プラヤーチェイクアマットラッタナーティボーディのに、金尺名を与えられた。シャイフアフマドは、タイ人と結婚し子供を3人設けている。その長男チューンは後に主管し、同じく右外交部に勤めている。 その後中以下六代の子孫は、アユタや王家と通婚を繰り返した。着リー王朝に至っては、文家が生じ、文ナーク家、チェーム家、文マー家、ケイオ家、ノーイ家の小屋に分離。内ち文ナーク家は、着リー改革までに、着リー家と通婚を繰り返しようの承諾を得ずに、副王を承認するなど、王を上回る権力を確立した。着リー家とは、 チャクリー改革以降離れたが、一方で名家として有力者らと通婚を繰り返し、ラーマ6世の苗字法以降は、文納枠を苗字としたため、文納枠を名乗る人物が多数現れた。現在、文納枠は、タイで一番多くの人口を抱える苗字である。ありがとうございます。